クセノポンクセノポンは古代ギリシアアテナイの軍人、哲学者、著術家、アテナイの騎士階級の出身でソクラテスの弟子の一人でもあった。クセノポンとも、クセノポンはグリロスなる人物の息子で同盟の息子がいる。息子のグリロスは紀元前362年のマンティネアの戦いで定売の名称エパメーノンダスを打ち取ったと言われる。クセノポンが ソクラテスの弟子になるにあたっては、次のようなことがあったと、ディオゲネス・ライルティオス著のギリシャ哲学者列伝に書かれている。青年時代、アテナイの街を歩いていると、ソクラテスがやってきて、杖で、クセノポンの行く手を阻んだ。ソクラテスは、青年クセノポンに尋ねる。〇〇を手に入れるには、どこに行けばよいか知っているか。クセノポンが答えると、ソクラテスは畳みかけるように、 様々な食料品について、この質問を繰り返した。クセノポンがいちいちそれに答えると、最後にソクラテスは、こう言った。では、立派な人になるためには、どこに行けばよいか知っているか。クセノポンが答えられないでいると、ソクラテスは、こう言った。では、私のところに来て、勉強しなさい。クセノポンは、この時、以降、ソクラテスの弟子になったという。クセノポンは若い頃、 ペルシア王アルタクセルクセス2世の弟キュロスが兄王を打倒すべく雇ったギリシア傭兵に参加した。クセノポンがこのことについてソクラテスに相談するとソクラテスは神様にお伺賀を立てろと言った。しかしクセノポンは参加するにあたってはどの神にお供えをすればいいかとお伺いを立ててしまいその答えを聞いてしまった。 クセノポンは参加したくてたまらなかったのであろう。ソクラテスは仕方なく参加するにあたっては、と、お伺いを立ててしまった以上、神様に嘘を預けないとして、参加を許したという。しかし、このおかげでクセノポンは、死の死に立ち会うことができなかった。傭兵として参加した統制も、キュロスの戦士によって、失敗に終わる。しかし、 雇用主と指揮官の死去によってペルシア帝国の真ん中に放り出された傭兵部隊をまとめ激しい攻撃や自然の猛威を防ぎながらも敵中を脱出することができたのはクセノポンの名裁派やってこそだった。アナバシスはギリシア傭兵たちがまとめて小アジアに侵攻したスパルタに雇われることで終わる。クセノポンはそのままスパルタ軍の一員として活躍したようである。彼の著作 アゲシラオスを見ると、スパルタ王アゲシラオス2世に浸水していたことがわかる。はじめは、スパルタ軍とコアジアを支配するペルシア帝国との戦いであったが、ギリシア本土で反スパルタ陣営の反乱が生じ、コリントス戦争が勃発するにあたり、スパルタ軍の一員であるクセノポンも反スパルタ陣営との戦いに突入することになる。アテナイも反スパルタ陣営にあったので、 コロネーアの戦いにて、とうとう、アテナイ軍を敵に回して、戦う羽目になってしまった。このため、クセノポンは、当時の敵国であったスパルタに加担して、祖国に弓を引いたということで、アテナイを追放される。それでも、クセノポンは、コリントス戦争を、スパルタ側として戦い続けた。その功績を称えられ、アンタルキダスの和訳によって、コリントス戦争が終結した後に、 クセノポンは、スパルタからオリンピア近くのスキルスに荘園をもらって、住み、悠々自適の生活を送りつつ、狩猟や居術に勤しんだという。その後情勢が変わって、テイバイがスパルタを破って、スキルスを占領したためにクセノポンはスキルスを追われる、ことになる。だが、皮肉にも今度は、テイバイの対等を恐れたアテナイとスパルタが同盟を、結んだために、クセノポンは、アテナイ追放から解かれた。 しかし、アテナイに帰国したかどうかは定かではなく、スキルスの次はコリントスに移住し、そこでその生涯を閉じた。没年は定かではない。クセノポンの著作全体はギリシア語の模範テキストに多く用いられたため、ほぼ散逸することなく、現代に伝承されている。詩、ソクラテスの原稿。ありがとうございます。